回の続きをやっていきましょう。これ作ったばっかりで、列車が殺到しております。大人気でございます。このトロリーバスの駅とつなげたいな。人間的に繋げた。同じところは通りたくないからな。こっからちょっとこの緑のところを飛ばしていって、ちょっとどうしようかね。緑のところとかぶっちゃうな、ずっと。まあ途中この辺に1回止まって、あとは通過してここまで来ると。今度ここは駅の近く通って、この道も生かしたいから。でも、緑のやつと重なっちゃうんだよな。この辺一回止まって、地下鉄も来てます。
ちょうどいいね。次の路線は山かな。まあ一本減らしとくかな。溜まったんで、もう一つ息を作るかな。ここのシリーズあまり使ったことなかったんで、このシリーズをね、集中的に使おうかなと思うんですけどね。こういう息を7個設置するといいことがあるのかもしれないから。でもね、これね、あまり使い勝手が良くないんだけどね。いやー狭いな。でもここぐらいしかな、作れるとこが他にないからね。なんかね、反対側が狭いからね、作りづらいよね。
個作るとなるとそうなっちゃうよね。この駅はね、こっちの方に作っちゃおうかな。ここに作る場所がないんだけど、いやーダメだねこれね。こっちがダメじゃん。こっち側が死んでる。来るけど電車は来る。とりあえず線路をつなげて自分で電車を運行しよう。
っちの線路を使うか。うん、とりあえずここと、ここを結びましょう。地下鉄のここ駅がある。地下鉄の駅があるからここ組み込もう。地下鉄の駅があるから両方組み込んじゃうと重複しちゃうんだよね。まあ、重複してもいいんだけどさ。ちょっと様子を見よう。やっぱりね、都市間急行来ないね、こっちはね。全然人口が増えないから、ここに都市間急行の駅を作って、ここに街並みを作る必要性があるね。でも線路の周りはあまりね、街並みを作りたくないですよ。一般道をどうやって引くかがね、問題なんだけどね。
作って、投げたら渋滞になっちゃうかな、どうかな、つなげない方がいいかな、つなげようとしたらこっち側のかな、
地下鉄の駅をね、つけないとダメだな。ここに地下鉄の駅があるんだけど、この駅とちょっと離れてるから、地下鉄の駅と連絡しよう。地下鉄が通ってないのに来ちゃった。全然お金がないんだけど。治安が悪いね。警察署も建てたい。警察署、多分ね、交通のね、経費がかかってんだよね。ここら辺も減らすかな。一本減らしちゃおうかな。じゃないの。
列車が問題。これ2本もいらないな。 50% でしょ。で、地下鉄路線をつながないとね、何もできない感じなんで。ね、車はいけないけど歩道ではつながってるようにしようかな。から駅はいい感じになったけどね。こっちはちょっとみすぼらしいっていうか、なんでしょうか。間に高速道路があるからね。
万円で警察本部を建てよう。でも今回はここまでにしよっかな。とにかくね、これをね7個ぐらい建てないと、これが欲しいのよね。今2個になってますよね。無理やりあと5個建てます。無理やりね。都市間急行は来ないんだよね。一応線路は繋がってますけどね。それとは違う鉄道線も欲しくなるけどね。まあちょっと狭いところだからね。で、新しい住宅街をこの辺に作ろうかな。その前に警察本部だな。警察本部、ここら辺もまだ建ててないね。じゃあちょっと今回はこの辺までということにしようかな。では皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。